ぼちぼち時間だ。今日は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ、諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。リビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。ありがとう、ミンチ。分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。分かったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。兵隊が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なし。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちはエンジンを組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。お姫様たちは来たの。
諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。この感覚を待ってた。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。今まではうまく逃げられてきましたが、ここで必ず捕らえます。今はパクリ女にかまってる場合じゃねえってのに。このままじゃまた逃げられる。こんなことじゃなければ喜んで虜になるのに。ルフィさんたちは戦いを止めようとしているよ。お願いだから協力して。この戦いの元凶はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ。全体目標をバロックワークスに変更して。社長命令、始末させてもらうぞ。みんな死になさい。もうここに用はないはず。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。厄介そうなやつが。
いたわ。呆れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせあちしは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証、あちし、あちし泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。80ポンドは今日だわ。ずいぶんおかしな体を持っていた。俺はスパスパの身を持つ全身刃物を打撃残念。安らかに死ね。本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえ。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか。上等。一刀に居合い、死死孫孫。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。なるほど。俺がお前に勝ったら、俺は鉄でも切れる男になってるってわけだ。三、ほっ、一撃。キリュウ、行きましても無駄だ。どうせこの人も4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすために、ある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。悪いけど、サーの命令よ。念には念を。
今すぐ攻撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。あの男、もしかして砲撃手じゃない？三刀流奥義三刀流かい！砲撃手はどこにいるの？答えて！一番高い建物の上だって聞いたぞ！おーい！怪しい奴がいたぞ！こっちだ！邪魔しない。殺しかねない。思ったよりやるよ。今聞いてある。ここに怪しい奴がいるぞ。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる？一番高い建物の上だって聞いたぞ。ちょっと、砲撃手の場所を教えなさいよ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。三刀流奥義三刀流はかけさせてんじゃねえ。砲撃手はどこだ。砲台を受けるような場所を考えればわかるんじゃねえかと。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだ。360ポンド砲。急がねえとここが吹っ飛んじゃうんだ。早く砲撃手の場所を教えてくれよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。三八四五あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。砲撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。いいじゃねえか。こいつがポーネグリフか、ニコ・ロビン。奇妙というか何というか。解読はできたのか。ええ、アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力
古代兵器プルトンはどこにある？記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。オーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら私にも考えがある。ワニはどこだ？ぶっ飛ばしてやるぞあいつ。あの奥、ワニっぽいな。